お疲れ様でした。プリモラ今回、はい、終わったばかりのこの講座の前でおしゃべり、ね、第2弾ですね、これはね。そうなんです、うん、9月にやったじゃないですか、はいはい、あの形で、うん、でそれは三之助さんのチャンネルの方で、はい、公開していただいたんですけど、はいはい、それからね、ちょっと味を占めまして、そう、あれ大人気ね、そうそうそう、もう300万ビューぐらい、もうすごい、すごいことになりました、ね、うち の, 主催公演もコンサートも、ね、全部ね、アフタートークを撮って、ああ、そうなんですか。それで、うん、プリモのチャンネルで公開してやってるんですよ。いいですね、このだから終わって、こっちも今ふわふわしてんですよ、終わるとね。そうそう、その状態でちょっといろんなおしゃべりをして、まあ今日の、まあ、反省会は絶対しないんですけど、まあそんなような、なんかね、だから見てくれたお客さんにとってもいいし、うん、まあ、これだけ見てくださってもなんか面白い、そうなんですよ、おしゃべり、ああやっぱり見とけよかったなっていう人が、うん、あ、後悔させる、そう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 でね、じゃあ次はじゃあっていう風になればいいなと思って、はい、やっぱり演奏、まあ僕は演奏家ですけど、やっぱりやった人は終わったらホッとできるじゃないですか。そうなんですよ ね、で始まる前にこういうのやりますから来てくださいっていうのはね、うん、なかなかみんな固くなっちゃうんで、うんうん、この形はいいなと。ああそうですか。いや、私もなんかこうやっておしゃべりするの好きなんですよ、こう、なんていうかこう少しクールダウンっていうかね、そうです、ね、そんな感じがしますが、はい、今年最後のプリモ落語会は毎年恒例で、私レギュラーメンバー、他にうちのスーパースターがね、はい、出るんですよ。そうなんですよ、何回目、もう4回5回、もうそんなになりますか、年一遍とか、もう4年ってこと。そう、すごいわ、意外と生きてますね、我々ね。そうですよね、はい、早速呼んでみましょうか、はい、我らがスーパースター三笑亭夢丸さんでございます。いやいやいや、どうぞどうぞ。いいよマスク。あ、マスク。すいません。スーパースターって振りがった時にもう出るのやめようかな。ハードルがみるみる上がった。言ったもん勝ちだ。恐ろしいございます。はい。はい。あれ、夢丸さん、これは初めてね、こういうのは、ね。初めてです。ですね、もう話に聞いていない状態でも、ね、こんなのがあるんだと思って。何も打ち合わせしないんですね、本当に。はい。まあ、今年で4年目ということで、私と夢丸さんの年末恒例の二人会。嬉しいですね。なんかね、私は今日は、ようやく夢丸さんと一緒にやってきた、まあ、何か証拠が残せたような、はい、そんな会になりました。はい。はい、本当に嬉しかったですね。だから去年のこの回が終わった時の本当のポッというなんていうんですか雑談っていうか、はいはい、そんなとこから出た、飲みながらですよね。そうだね、お酒飲みながら、うん、その時はまだいいんですよ、大っぴらに飲めさせていただいて、そうね、そうね、うん、でその時にまあ夢丸さんの師匠である夢丸師匠、はい、が、まあ、江戸話やっててね、はい、でたくさん作品が残ってるのは知ってたし、まあ、夢丸さん自身もいくつかやってるでしょ。そうですね、俺もやってみようかなみたいな、はい、そうだ、去年やったやで、俺もやってみようかなって軽はずみに1年前に言ったんですよ。やんなくたってよかった、ね。いや、もうそこはやっぱ酔っ払ってたら言うても聞き逃さなかったし、食い止めにぜひやってください。いやいや、約束はしてないんですよ。だから。で、今日も別にネタ出ししてたんじゃないし、だけどなんかこう、ずっとね、心に引っかかってたわけ。今年、まあコロナ禍ですけど、あんまり仕事もなく、あっという間にここまで来ましたけど、いや、この回はなんかあれをって、なんかちょっと引っかかってたのを、なんとか無理やり、やりましたけど。一番好きな話なんですよ。なんかだからやってくださいって言ってましたよね、そう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 、この小桜っていう、ね、まあ、話をやったんですが、それをリクエストしてましたよね、うんうん、補足でございますが、江戸話というのは私の師匠の夢丸がですね、うん、まあ、資材を投じまして、うん、まあ、自分の、まあ、ポケットマネーで、賞金を設営いたしまして、うん、で新しい古典落語を募ろうじゃないかと、うん、ということはですね、やっぱり後継者がいないと、うちの師匠の資材を投じた意味もないということなので、うん、ね、一代きりでね、道楽みたいになっちゃう、本当ですね、なんでも多分俺もうちの師匠も草葉の陰で、うん、喜んでいると思います。本当にこれは嬉しいことですね。で、私新作、まあこれ、まあ、江戸話といっても新作じゃないですか、一応。そうですね、新作落語をやるの、私この25年半しかやってて2つ目だからね。そうですか。1個目は、1個目は三遊亭天丼作だからね。いや、もう村が、何なんだ、これ。振り幅が強いですね。うん、光栄ですね、うん、これだから今日はもう私も袖で伺わせていただいたんですけど、すんごいなんていうか不思議な感情に
取られましたね。うちの師匠ではもう見に行ったことができるぐらい聞いた話なんですけども、これをやっぱり、すごい、私の私縮してる、まあ、教会、違う先輩がやるっていうのは、すごく新鮮で、うん、なんかもう話の筋もいいんですけど、別な感動ですよね、これは。え、落語協会でやる人、他にいないんですか？いないです。あ、いないの？あ、一応じゃあ一等賞。そうです。いいか悪いか別としてだよ。出来はともかく、最初にやったことになるのかな。別な人の話は、僕、馬脚兄さんという方と二人会やってる時に、この話やってみたいねっていうんで、言っていただいた話は、うん、あ、ぜひぜひっていうのがあるんですけど、うん、小桜は、多分。ほんと、嬉しいね。うん。いや、もうね、僕が、落語に興味っていうか、うわっと引き込まれたのが、その仙台の夢丸師匠の、はい、一番最初の日に聞いたのは、看板の金だったんですけど、うん、もう、それでもうぐっと引き込まれて、うん、で今落語芸術協会はユニオンと音楽ユニオンと私が入っている音楽ユニオンと、うん、まあ、同じところに事務所があ、家電車、そうそう、家電車です、小学校だったところね、うんうん、あそこね、入ってて、あ、そうなんだ、で、ね、その落語芸術協会と音楽ユニオンのこう共同の企画があるんですよ、うん、その落語と音楽をコラボレーションしましょうっていうのがね、それをと上野の東京文化会館の小ホールでやるんですよ、うん、へー、でそれに、まあ、落語を喋っていただきながら音楽をつけるっていう、まあ、企画なんですよ。でもね、その企画は僕はねあんまり好きじゃないんです、うん、落語は一人で、まあまあ本来はね、そう、うん、いらないんですよ、うん、邪魔するだけだから。いや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 。いや、そう。で、どうやったらそういうね、こういい、せっかく、それで声をかけてもらったので、うん、そこに、まあ、出させてもらって、その、相手の噺家さんが、うん、仙台の夢丸師匠で、うん、でも、まあ、そこから、こう、付き合いをさせていただいたんですけど。でも、なんか、何でもやってみたらいいんだよね、うん、そういうことは。で、この小桜は、うん、まあ、それでもこう、その、なんて言いますか、吉原の、にぎやかなこう彩りだとか、最後にこう、ね、手にこう帰っていくああいうところがやっぱり実にこう音楽的な条件もあるので、ね、そういうところをうまく使ってこうなんとかこう師匠のこの話の中にこう音楽ねじ込んでみたいな、比較的入れやすい話ではある気がしますよね、小桜っていうのは。でもそれでやっぱり落語面白いなっていうのを思わせてもらいましたし、うん、とかそういう意味でどうも小桜の話そのものもだいぶ思い入れがあるもので、そうですか、はい、私がぶち壊しにしてもいやいやもうなんか、ね、そんな感じがします。すごくなんかすごく懐かしいって言っていいのかわからないんですけど、うん、最初にこの小桜の話に触れた時のような、うん、こう気持ちが出ましたですね。私も本当にギリギリまで楽屋でね、まあ、覚えてて正直ずっとそのタブレットずっと読み込んでましたんで、いや本当ギリギリだった。一席目の枕がやたら短いから、うん、どうしたのかなとか思って、うん、いやいや今日はほら小桜自体が長いっていうのが、うん、まあ、もう分かってたから、うん、まあ、私は自分の一席目はちょっとねトントンって、でもね今日はほら一席目は同感って話をやったんですよ、はいはい、だから私が話し家になって一番最初に覚えた話と今日ギリギリで覚えた一番最後に覚えた話なの今日は。だから、うん、いいですね、なんか、うん、いやでもここはねお客さんもとってもいいし、うん、で、まあ、配信もあるんだけど、そんなの、まあ、それはそれとしてやっぱり今年はもうあんまりにも落語をやれなかったんで、もうなんとか2020年ねなんかやったぞっていう、こう、印を残したから、今年の集大成で。集大成とは言わないけど、やったぞ、なんていうのも、なんか、もう、糞を落としたでもいいんですよ、なんでもいいです。そういう証拠も欲しくってね。いや、本当に、いや、よかったですね。いや、僕も、多分、昨日お電話して、よろしくお願いしますって挨拶したんです。小桜、やれたら、やるかも。絶対やってほしいと思います。絶対、あの時点ではやれないから。絶対やったことは言えないじゃないですか。僕もね、前日にちょっとやり取りしたときに、期待しないで期待してます、同じ落語でも、アプローチが全然違うわけじゃないですか、演者が変わると、それはすごい、僕もやる身としては勉強になりますし、これはもうぜひ、しかも兄さんがやるんだったら聞きたいっていうのはあったので。先入観なしでね、
これ普通の古典ってもういっぱい聞いてるし、いろんな人の例を知ってるじゃない。だからまあ頭の中入ってるってのもあるんだけど、僕は本当にこの小桜って話は聞いたこともないわけ。で、その元あるテキストだけを頼りに自分で落語にしていくっていう作業が初めてだから面白かったんですよ。でも全然じゃあそういう意味ではその先代の話も聞いたことない、聞かないで、うん、でもなんか見えてましたよ先代のなんか。そうですね、お顔というか。そうですか、うん、いや嬉しい。でも話に何かこうそういうものが通ってんでしょうな、うんでも今本当にホッとしてる。このまま倒れたいぐらいなんだけど ね、うん、本当はこのままこう、ね、飲みに行きたい、行きたい ね、 もうね、今ね世間は我々噺家の一番楽しみにしている打ち上げを禁じているというね。でこのただでさえこの仙石の町は飲み屋さんが少ないところにできて、うん、もうちゃんと都知事の言いつけを守って、うん、9時半にはもうラストオーダーです、はい、もう今回ってますね、もうしっかり撮ってるんだ。だから俺がこんな長い話やらなきゃね、飲みに行けたかもしれない。それで短い話したらまたそれはそれでフォーマス転倒ですから。いやでも夢丸さんも今日はだから、暮れらしいね、はい、なんだっけ、にらみ返しとそれからあとは取れたけや、はい、ね、もう規制がと聞こえてくる、規制が規制がらしといやつですね。こっちはね、必死に覚えなきゃいけない。邪魔するつもりなかった。妨害電波を発してしまいました。いやもうあの顔がね、顔がで本当にここでしか今会わないんですよ。あ、そうですね、前はね一緒に県政会っていう会を月に一遍、うん、必ずやってて必ず顔合わせてたから、うん、で特にほら教会が違えばね、もう一緒に仕事にならない限り会わないわけで、うん、今本当に年に一遍なんですよ。七夕みたいなもんね。本当ですね。引っ越しとか。そうそうそう。もううちのだからね、ここでお二人がいらっしゃったら、うん、もうそろそろ年末。そうなんだね。ことで、そう、1年経ってだからお互いがどういう1年だったのかってことをさ、確認し、なんとなく確認し合うよね。こう喋るとかじゃなくて、それこそ講座を聞いてさ、ああどうだったんだろうなとかさ、あ、うまくなったなとかさ、うん、あるじゃない。俺は下手になったなとかいろんなこと思うわけ。いやいや、ね、人の講座ってね、今ほらなかなかそうやって回が少ない分ね、人の講座を聞く機会も減ってるから、ね、刺激が少ないんですよね。なるほど。私たち人の講座っていうのが一番刺激だもんね。そうなんです。もう自分ががっかりするからさ、ちっしょって思うから。もうそれは我々もそうですよ、うん、やっぱり人の演奏を聞いて、うん、ね、それでもう自分もこう、あ、なんかもうちょっと頑張らなきゃダメだなとかね、うん、思いながらやるのでね、うん、すごくそういうところはよくわかります。そもそもただで落語を聞くために落語になったんですけど、あるためじゃなくて、そうか、いやでも今年の、まあ、一応プリモさんというのが今回これで終わりですか。はい、そうですね、今年がこれで終わりですね。で来年も、まあ、一応予定通り4回。そうですね、プリモ落語会4回ですか、はい、最初は3月ですか。じゃあ3月ですね。3月日に決まってましたっけ。まだ決めてます、ね、決めてないんだ、はい、そうだ、俺が決まってないじゃん。決めてないんで、決めましょう。3月の5日です。5日じゃない、5日です。5日、うん、というような緩い感じでね、はい、まあ、またお目にかかりたいんですが、あのコンサートはだってくれってやっぱりこうなんかクラシック聞きたくなるじゃないですか。そうなんですよ、うん、でね、今年はね、まあ、巷は本来はいつもはもうとにかく大工でしょ、うん、クラシック、はい、クレといえば大工かくるみ割り人形、うん、でこれなんですけどもう激減してますね。あ、はい、いろいろ工夫してやりますっていうオーケストラと、うん、もうすっかり諦めましたっていうオーケストラと、うん、2つに分かれてるんですけど、うん、まあやっぱり少なくなってて、うん、でやっぱりもうね、皆さんも、まあ、演奏家の皆さんだいぶ仕事自体はだんだん戻ってきていて、うん、忙しくなってる人はたくさんいらっしゃるんですけど、でもね、やっぱりやり足りないんですよね。もううちの公演ね、まだあと6回ぐらいあります。あ、そう、そう、結構ありますね。あります、はい、10日11日で連続であって、うん、で14日にあって、うん、18日にあって、うん、21日にあって、最後が29日と。あ、結構姿勢もあって、はい、ありますな、はい、もうみんなね、やりたいんですよね。うん、うん、で、そりゃそうだよね。そう、
やりたいんだけどって言って、まあ、こっちもやってほしいから、うんうん、じゃあやってっていう。さあ配信もやっぱりもちろんもちろん配信そうですか。じゃあプリモ落語会の、あ、落語じゃない、プリモ芸術工房のホームページを見れば全部載ってます、ね、載ってます、はい、ね、もうどんどん配信して、ほら、あの巨大な機材の元を取らなきゃいけない。そうですよね。今日びっくりしました、こんなの。そうでしょ、すごいでしょ、これ、でね、なんかね、元取んなきゃって毎回言ってんだけど、来るたび機材が増えるんですよ。それでいつになったら取れるんだっていうね。今日もね、来たんです。そう、またさっきさ、落語会の最中に荷物が届いてた。積み通しですよ。そうなんだよ。そうなんだよ。うん、どんどん機材が増えるんですよ。そうなんですよ。もう、キリがないですよ。もう地獄にハマってます。やり始めるとね、そういうもんなんですよ。でもまあ、こういう配信はね、まあ、コロナ、アフターコロナでもうきっと何かの役に立つと思うんで、はい、もうそれはやっぱり、うん、この後も見据えて、うん、しっかりやっとかないといけないなというふうには思ってるので、うん、ねえ、夢丸さん、さっきからほら、キョロキョロしてるでしょ、うん、もう全くこういうことに疎いっていうね、もう話し家の中の話し家なわけ、パーソナルコンピューターが使えないことになってこういう人がでも逆に貴重なんですよ、今。でも今もう話し家ってそのパソコンのスキル求められる世の中で、まあまあ確かに、ね、そんなことだったら話し家分からんがいなってたから、ね、でもね、分かんねえんだんなことって言ってられるのも話し家だ。そうですか。強制的にやらされたりしない世界だから素敵じゃないですか。本当ですね。でそういう人にはそういう人の講座があってね、でいろんな人がいるから落語って面白いんでね。またね、そういう話し家さんをこう配信に張り出すっていうのがまたね、うん、そうそうそう、だってそんなこと言いながらね、すげえ面白いブログとかやってんですよ。そうそう、皆さん知ってますよ、すごい、夢丸さんのブログって私ファンなんですよ。ハードル上げがちですね。そんな面白くないですね。なんか最近更新されねえなと思って、イライラしてます、ね、ありがとうございます。今日更新しますぜひね、探して見てみてください。僕大好きなので。ブログってああいうもんだよ。ですか。うわ、すごい。他の人パソコン使えないから見られないじゃん。どういう意味なんだろう。使えないけどブログやってるって。携帯やってるの。いや、あれ、お膳立ての先輩が、うん、お前機械が疎すぎるから、うん、ブログでもやった方がいいって言うんで、うん、で、メールを送ればそこに、うん、ブログが載るようにするっていう。なるほどね。なんで自分での確認はあんまりしたことがない。じゃあ文章はじゃあこれ書いて。あ、文章は自分で書いてます。いや、面白いんだ。あ、そうですか。いや、いや、そうですよ。本当に。ですか。最後は私のブログの話はまあどうでもいい。いや、これで締めてもいいのに。いや、ダメですよ。ねえ、でもまあ今年もなんだか私たちにとってなんかよく分かんない年だ。早かったですね。いや、プリも1年前とは到底思えないですね。そうなんだよ。もうなかったことにしてほしいってぐらいね、あっという間に終わって、だから来年も2020年ですね、これはね。いや、ロスタイムでそれがね、いいと思ったんですよ。もうみんなもう一回2020年っていう、うん、っていう話を、うん、そうやればいいんじゃないってかみさんに言ったら、うんうん、それでも年は一つ取るんだよって言われて、うん、でそこもさ、一つなんかなんかこう操作してね、ね、ペッてんだよ、とんでもないパニックなんですよ、世の中の。2000年問題どうじゃないよ、2020年問題だ。ねえ、でもまあ世の中もそれなりに変わったと思うし、うん、来年はちょっとまだ予測がつかないですけどね。ね、うん、まあでもそれなりにこう落としどころみたいなのがいろんな世界でこうこの辺かなみたいなのがこう少しずつ見えてきてる、じゃないかなって思っていて、うん、そうですね。だから話の我々の落語の世界も音楽の世界もみんなやりたくてしょうがないわけだから、そこは変わらないでしょ。でなんとかそこへ向かっていこうっていうことがもう来年は、うん、まあちょっと強くなってるんでしょうね。そうですね、うん、お客さんもね、お客さんはもしかするとなんかもうやってないってことに慣れてるかもしれないですよ、もしかするとね。で配信も最初はなんかちょっと珍しかったから、じゃあ見ようかだったけど、これ配信が普通になってくると、うん、なかなか難しいんじゃないかなと思うんで、これを見てる皆さんは油断のないように。そうです、ね、選ばれし皆様です。そうですよ、これ見ちゃってんですからね、そもそも、うん、これ見てんですから、まあ、また配信もね、お付き合いいただいたり、ここもね、まだ全然だってね、密っていうお客さん断ってるってことじゃないでしょ。そうですね、うん、はい、まだちょっとね、余裕もあるし、はい、ここへ来ていただくのもいいし、うん、結構遠くから見てくれますからね。そうですね、配信でも。マレーシアから。マレーシア、はい、マレーシア、はい、九州、九州普通に、だからまあ遠いからこそこれを見られるってこともあるし、そうですね、確かに、
そうなんですよ。だから可能性はそうですよね。ね、だからうまくそれをいい形にこう進めていきたいという来年にしましょうか、じゃあ。はい。ね、頑張りってやりたいと思います。はい、またあの来年。はい、12月に多分すぐ来ますね来年のうちに。私はね、来年は何も約束しませんから、ね、なんかやらないの、ね、じゃあこの後、もうちょっと飲めないですけど、ちょっと話し合いして来年の打ち合わせをしますか、じゃあね、はい、空手型を出します、はいはい、そんなことでございまして、はい、今日はですね、カメラが2台体制で、プリモ芸術工房の YouTube チャンネル、これ、はい、と私の YouTube チャンネル、二元中継と言わないで、こういうのね、はい、カメラが違って撮ってる絵は一緒っていう、はい、こういう状況でお届けしておりますので、よかったらそれぞれのチャンネルをこう やってることは一緒だと思う。編集が違うかもね。どうだろう、俺編集はあんましないつもりでいるんだけど。あんまりしないつもりですよ、はい、まあ、ちょっと見比べていただくのも面白いんじゃないかと思います、はい、でも三之助さんには負けるよね、絶対ね、うん、画質では負けないの、内容では負けない、ね、いや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 、うん、はい、はい、そんなことで、はい、ぜひあのそれぞれのクロスしてチャンネルご覧いただければと思います、はいはい、じゃあどうします、良いお年をしましょう。良いお年ですかね、この場合はね、はいはい、ではプリモ芸術工房からは我々、良いお年をということでございますけど、はい、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。映像のやつですか、それとも写真ですか。映像ですか。あら、まあ、これ今回も使われる、モフモフが触っていいですか。あ、これ、このマイクのモフモフで触る、モフミちゃんって触るのが夢だったんですけど、今日叶いました触って、これキーホルダー昔ありました、ね、なんか